よろしくお願いします。プリズムストーンショップがあるよ。クリーナーデスポはおかしいですよね。お話があった時大変嬉しかったんですよ。なんか皆さん私のあれが自殺と思うんじゃないかなと。友達との絆だったり仲間との団結力だったり本当にちっちゃい子にたくさん見てほしいなと思います。アイドル時代に友情とかあったんですか？風邪ひいたらお家まで来てくれてその子に逆に移しちゃうとか、なんかそこも友情があるんですか？